皆さんこんにちは、Bレジェンドのダンです。そして今回は特別ゲストに来ていただいております。パワーリフターのウッシーこと牛山京太と申します。お願いします。お願いいたします。今日はですね、まあ、4種目ほど教えていただくということで、こちら1種目目になるんですけども、まずブルガリアンスクワット、こちらをやっていきたいと思います。まあ、僕はパワーリフティングという種目やってます。でパワーリフティングはスクワット、ベンチプレス、デッドリフト、まあ、筋トレのビッグ3ですよね。こちらの合計種目で競うっていう競技になります。まあ、まずは頭でスクワットがあるんですけど、まあ、そのスクワットを強化していくためにメインのスクワットでありスクワット自体のバリエーションでありっていう、なんかいろいろあるんですけど、補助種目では僕は片足の足の種目やっぱり特に重点を置いてます。フリーの片足っていったらまあブルガリアンスクワットじゃないですか。まずだからめちゃくちゃやり込んでるんで、まあそのブルガリアンをやる中でどうスクワットに還元されていくように、まあ正しくブルガリアンをできるかっていうのはいろいろと研究してきて今やりついたやり方っていうのがあるんで、そこを今日お伝えできればなと思います。早速教えていただきましょう。はい、お願いします。お願いします。まあ早速やっていくんですけど、まあ、ダンベルを持つ前に足の位置とかしっかり確認してほしいです。ダンベル持ってやろうとして、あ、近すぎた、もしくはちょっと遠すぎた、あると思います。僕のブルガリアンスクワットでは常に足裏全体で踏める位置っていうのを大事にします。お尻狙いとかでかなりこう足を前に出してやるブルガリアンとかあったり、まあ、もちろん間違いじゃないしいろんなやり方があると思うんです。ただ自分としては、まあ、スクワットしっかり足裏の3点、重心がかかる3点というのがあるんですけど、かかと、拇指球、小指球ってところですね。そこでスクワットしっかり踏むのを大事にしてるんですよ。だからブルガリアンスクワットも同じくそこの3点しっかり踏みながら感じながらできるスタンス、足の位置っていうのを大事にしてます。で、まあ、その足の位置の決め方はなんとなく立った時足首がシートの角に来るように後ろので、しゃがんでったこのボトムの位置でその3点をうまく感じられる位置。例えばこんなに前に出てしまうともうかかとにしか乗んなくなっちゃうんですよ。自分としては、まあ、これぐらいの位置ですかねが、この足裏3点の重心を感じつつ結構ボトム深くいける。僕はこれぐらいいくんですよね。ブルガリアンでボトム結構深い感じしますか？めっちゃ深いです。はい、結構これぐらいで終わっちゃう人もいると思うんですけど、大体パワーリフティングのスクワットで白がもらえるって片足なんでちょっと違うんですけど、これぐらいのイメージなんですよ。これぐらいまでしっかりしゃがん、はい、ボトムで足裏3点にしっかり重心がかかるっていう、その位置をまず探すっていうところから始まります。次にその位置を探しました。じゃあ足の位置ここですね、ダンベルを持ってじゃあやってみましょうってなるわけですね。結構多くの人がブルガリアンやるときにこうしゃがんでって肩に結構力が入っちゃう人が多いんですね。スクワットでもやっぱ上半身の骨格をしっかり下げておく、まあ、肩を下げておく、こうすることで腹圧っていうのがしっかりかかります。で、自分はブルガリアンでもやっぱしっかり腹圧かけるようにしていて、スクワットをやるようにしっかり肩を下げてお腹に空気溜めて圧をかけます。腹圧で、この肩の位置が上がらないような感じで常に下げながらしゃがんで、上がるときも力入れない、このまま足だけ、上半身はある程度しっかり固定して足の動きだけで行うっていうことが大事にしてます。もう最初にやっぱり腹圧を決めた状態から上半身っていうのはもう変わらないっていうイメージです。そこがポイント2つ目、上半身の固定、腹圧をかける。そしてラスト1点なんですけど、しゃがんだ時片足の種目ってどうしてもももがこうやって内側に入りがちなんですよ。あ、内に入っても要は逆の足が乗ってるから支えられちゃうんですよ。普通のスクワットでいったらまあ要はニーンって呼ばれるやつですよね。だからそこをしっかり外に割ります。うまく外に割ってしゃがむ。あ、でも母子球をこうやって外さないっていうのも大事です。母子球が外れないような形で外に割りつつ、スポット股関節にはまり込むようなポジション、ここまで行って立ち上がると。なんで端的にまとめると、まずは足裏3点でボトムで踏める位置を探す、そしてしゃがむ前ダンベルを持ってしっかり上半身を固定して腹圧をかける、腹圧をかけ続けた中で3つ目、太ももが内に入らないようにしっかり割ってしゃがむってことですね。大きく分けるとこの3つが僕がブルガリアンの中で大切にしていることです。やっぱ意識するためにもその裏を感じれる、はい、感じやすい靴っていうのも大事になってくると思います。今まであんま自分で感じたことないですけど、はい、感じながらやってみたいと思います。はい、はい、
スーパーチキンレッグトレーニーなんで、はい、じゃまずダンベル持つ前にしっかり確認しますか。そうですね、はい、乗せて、はい、乗せてでボトムの位置をまず作りましょう。しっかり足裏3点で踏みつつ、このジャンプしやすい点ってことですよね、はい、あでもそうですね、それもいいかもしれないです。しゃが確認し方として一回しゃがんでみますか。しゃがんでみて、そうですね、深くいけて、無理して上体立てすぎなくてもいいです。ある程度なんかこうしゃがみやすい中でちょっと、はいはいはい、上半身前傾してもいいんで、うん、それぐらいのがなんかうまくケツに入る感じじゃないですか。 OK、はいはい、でもいいと思います。これぐらいのイメージですね、うん、はい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 、なんかこうしゃがみやすい状態の自然な前傾は僕は出ていいと思ってるんで、逆にそれを無理してこうやって起こそうとすると、要は体前開いちゃって、ね、今度腹圧がうまくかからなくなっちゃうんですね。そういうことですね、はい、だからそこはうまいこと、うん、あ僕はそれぐらいでいいと思います。それぐらいの前傾が入っていいと思ってます。でダンベル持ってじゃあ行きましょうって感じですね。腹圧をしっかりかけて、そうですね、肩を下げて上半身をしっかり固定して、しゃがんで足裏、ナイスナイスナイス、オーケーオーケー、なるほど。その時にしっかりももが母指球を外さないようにしつつ外に、そうそうそう、いいですいいですよ、悪くない悪くない、あーなるほど、はい、もうやばいっす、はい、そうですね。で立ち上がる時もなるべく、そうそうそう、上半身は固定、なるほど、いいっすいいっすよ。で足裏3点はしっかり捉えつつ、はい、頑張ります頑張ります。お指浮きそうになりますね。そうですね、なんでそこもしっかり踏みつつ上がるって感じですね。そうそうそう、もう限界来てます。いいっすよいいっすよ、うまいうまいうまい、はい、大きい大きい、頑張る、そう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 、なるほど、大丈夫です大丈夫です。そう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 、ここがこう折りたたまっていくような感覚、はいはいはい、関節が折りたたまっていくような感覚あるといいと思います。今もうおけつが、はいはいはい、よいしょ、はい、頑張る頑張る、そうそうそう、よし頑張ります頑張ります、はい、先生僕今何セットで何レップやってます。ラスト、はい、さっ、はい、 OK です、ナイス。今までのブルガリアンで一番ちゃんとできてる感じします、はい、はいはいはい、 いや、いいと思います。すごくいい深さでしたし、だからといって深さを出そうとして変な代償が出てないというか、しっかり正しい動きを守った中での深さっていうのが出てるんで、非常にトレーニングとしても効果的な、いい筋肉の伸び縮みが出てるブルガリアンスクワットだったかなと思います。結構股関節が硬いんで、はい、ブルガリアンとかするとしゃがもうとする意識しちゃうと股関節が詰まる感覚があるんですよ、はい、なるほどなるほど、あれが今全くなかったんですよね。そうですね、足の位置の問題だと思うんですけど、はい、それもあると思います。こううまく上半身がこうスポット収まるような感覚、それっていうのはスクワットでもやっぱり大事なんですよね。スクワットでも大腿骨が外にうまくねじれていくことによって、スポットこう股関節の中にこう上半身が収まっていくような感覚、そういう感覚があると自然と深さが出るスクワットになっていきます。無理に深さを出そうとしなくても自然と深くしゃがめる、まあ、そういうのが理想的かなというふうに思っていまして、まあ、それもこういったブルガリアンをやっていくとつながっていくかなと思います。これはめちゃくちゃいいですね。ありがとうございます。僕も明日多分左ケツだけめちゃくちゃ筋肉痛やばいかもしれないです、はい、まあ、こういった補助種目にする理由っていうのもあるんですか、うん、そうですね、アクセサリーっていうんですけど、結構そういった種目をやっていくことで違った動きから動作の技術スキルだったりと上がっていくんですよね、うん、スクワットをやるからといってスクワットだけやってるっていうのはやっぱり限界があると。もちろん競技的に大事なんですけど、違う動きからやっぱ動作の習得っていうのもできるし、まあ、もちろんその基礎筋量的なところの強化にもつながるしっていう、やっぱメリットしかないんですよね。だからまあ気をつけなければいけないところは、この種目の疲労でスクワットのクオリティを落としすぎないところですね。それさえ気をつければ大丈夫なんで、はいはいはい、はい、じゃあこれ結構スクワットの前にやることが多いって感じですか、スクワットの後。そうですね、基本的には後にやりますかね、うん、これでまあ疲労しすぎちゃうと、例えばこれの翌日にスクワットやるとかだと、ちょっと疲労が残ってたりしてスクワットのクオリティが落ちちゃうかもしれないじゃないですか、まあ、やり方にもよると思うんですけど、はい、だからその辺は気をつけたりしますかね。スクワット強くしたい方はぜひ参考にしてみてください。よし、まだよかったらグッド、そしてチャンネル登録、コメントに質問等あればお願いします。そしてですね、吉井さんの方でもチャンネルございますので、概要欄に貼っておきますので、ぜひチャンネルチェックお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。